じゃあ、ゆうとくんは？あ、それで言うとやっぱ女の子には一番モテる。あ、そう。彼が。クールキャラと言いますか。あ、はい、なるほど。クールなのに毒舌。あ、そっちなんだ。はい、じゃあ、浦戸くんは？サイコパスなんですけど、プラスでクズキャラっていうのが最近ついてきまして、友達ご飯行くのに財布を持ってこないとか、はい、自分がやってしまったことに対して全く悪びれないキャラクター。え、何ギリくんだっけ。アムギリ。アムギリくんは可愛い末っ子キャラみたいな感じですね。ありがとうございます。いや、なんか他が身長も大きかったり、がたいも良かったりする、はい、確かに。